グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。社長、ここはどこの部分ですか？ここはあの駐車場の真裏の水場です。で、奥の方を今撮ってるところはもうウッドフェンスをウッドデッキを作っているところですね。はい、今まで土のままだったんですね。そうなんです、はい、で土が泥がね水洗いしたりしてると靴の裏についちゃって、それでそれが玄関汚しちゃうっていうんで、あそこはコンクリートにしました。はい、で新しく作ったウッドデッキです。そうですね、はい、ウッドデッキもう庭一面ウッドデッキにしちゃいましたので、もうすごく広くなりました。だいぶ広くなりましたね。ワンちゃんも大喜びじゃないですか？そうなんです。このお宅はね、ワンちゃんフレンチブルドッグが2匹もいるんですよ。じゃあ家族同様、室内犬でフレンチブルドッグちゃんがいるんで、お天気のいい日にここで放し飼いになります。気持ちいいですね。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。